皆さんこんにちは、えー。ウッドロードで木材販売担当しておりますショウと申します。えー、今日からあのー、ショウの木材紹介っていうテーマで、えー、しばらく、あのー、担当していきたい,と思います。いやしばらくちゃうずっと。<laughs> <laughs> やっと始まった。こう待ちに待った。いやいやいや,いやあのー、紹介していきたいと思います。<laughs> 待ってました。<laughs> 担当はあの私、ショート、それとウッドロードの下村でお送りします。では、よろしくお願いします。よろししくお願いしますそれでは第一回目ということなんで、はい、自己紹介をしてもらってもよろしいですかね。はい、えー、僕は材木屋を始めて25年になるんですけども、えー、といっても3代目になります。えー まあ、材木屋をやるにあたりましてやっぱりもっと気を知らないといけないっていうことできの勉強をするためには、えー、どうしたらいいかっていうことで木工を始めてみましたでいろんなものをこう作ってきたんですけどもねすごい素晴らしい作品多いですよねありがとうございます <laughs> もうこうねちょうど出会って何年になるんですかね もうかれこれ78年になるんじゃないですかね,ねやった頃は全くもうこうね木材を売ってはったけどやってなかったのにすごいなと思いますわ <laughs> そうか <laughs>、はい、いやいや今ではもう僕が教わってるっていう感じなんで <laughs> いやーもう本当にお世話になっておりますありがとうございますいやいやいやこちらこそすみません <laughs> ねえねえ作ることでこう学んできた、ね、木材屋さんってどっちかといえばその、うん、木材売っててもね、うん、使うって そうですねあの本当にこう材木売ってる材木屋さんっていうのは、まあ本当にその自分の商品を商材としてしか見てない人多いですねだからほ本当に材木のことをこう自分で切ったりとか貼ったり削ったりとか組み立てたりとか、まあ、僕の知ってる限り木工を趣味にしてる材木屋さんって いいないですね,ね僕なんかそういうのを初めて聞いた時不思議でしたけどねうーんなぜかっていうと魚屋さんは魚知ってて当たり前やと思ってるのと一緒で木材屋さんはもういろんな木材を知ってて、ね、それから犬を選んだとかうこう産地を知ってたりとか旬を知ってたりとか、ね、加工のしやすさを知ってたりとかんそんなの全部含めて木材屋さんが僕ら使う人間に紹介してくれると最初は思ってましたからね。 製材屋さんなんかは確かに木の癖を知って、えー、木をまあ乾かしたりとかあの木をよく見せるっていう方法はよくわかるんですけどでも実際にこう木を加工したり木本当にカンナで削ったり組み立てたりとかその木を最終的にこう生かすっていうところをまずやってる趣味でやってる人は少ないというかいないですね。ねもう本当にそれがまあ初めの 不思議あと売ってる樹種もなんか分かれませんそうですね針葉樹ばっかり扱ってる財務家さんとか広葉樹ばっかり扱ってる財務家さんとかっていうのも分かれますよねそうなんですよ僕一番最初に木材屋さん行った時はあの家の近くのなんていうんですか建材屋さんっていうんですかうそういうとこ行って「ブダの木をください」って言ったら向こうのお店の人に「そんな木は存在しません」って <laughs> <laughs> 言われましたからね。 いやー僕もね最初知らない木、まあ、特に広葉樹はもう全然知らなかったですねねえそれがでもねほんまし知らない僕ら逆にその木材屋さんのことを知らない僕らにとったら何でも知ってるっていうか何でも売ってると思ってたんでまあ何でも確かに扱えるんですけどとりあえず、あのー、知らんなくても あるよっていうふうに言えっていう <laughs> なですね <laughs> そうなんですよねだから本当にね知れば知るほどこういろいろ分かれてますよね木材屋さんって言っても紅葉樹が強かったりね針葉樹が強かったり針葉樹って言ってもね杉ひが強かったり紅葉樹って言っても外材に強かったり国産材に強かったりだから本当にそれを知って木材屋さん行かないと。 ねえ自分が本当探してるものって見つからないんちゃうかなって今でも思ってるんですけどねそうですね僕自身も元々はもともとは針葉樹ほとんど専門あの住宅の建設資材をメインに扱ってる財務屋だったのでまあほぼほぼ針葉樹杉檜ばかりでしたからねなのであの本当に木工というものを趣味でやらなければその広葉樹特に 広葉樹のこう幅広い樹種なんかはもう全然分からなかったと思いますね。そ,うですそれがねうんいつの間にかもううちのウッドロードの2階中2階にはもうね100種類以上の樹種が並ぶそうですねまあまあ本当にあのカリスマ講師のおかげさまでもう本当にあの今に至っておりまして。 まあこのようなま動画にもまあ出させていただくことになりました。いや、大変でしたけどね。ここまで説得するのがわ <laughs> <laughs> かる。これ、2年はかかったかなと。<laughs> いやいや、まあ。まあまあ本当にね。皆さんのこう、お役立ちに立てるんであればね。またこう気を紹介できてそれがまあ、あの参考に皆さんのユーザーさんの参考になるんであれば、まああのいいかなというふうにあの思いました。そうですね。僕もだから吉崎さんにま翔、あ、さんにずっとこうね。お願いしてたのは。 やっぱり使った人に気の良さをこう広めてもらいたいなっていう、うん、木材を売るだけじゃなくて自分が加工したことによって気づくことってやっぱあるし、うん、でなんていうんですか,そのなか見,見た目でも分からないとこ、うん、僕らにとっては作る上でかこれは加工しやすいとかしにくいとか剃、うん、りやすい剃りにくいとか、うん、でもそれって、ね、やっぱりやった本当にそれを経験した人にその言葉を言ってもらいたいなっていう。 でそれをまた広めてもらいたいなって思ってたんで,で、まあ、ずっとお願いしてたんですでやっと承諾が下りたと、ね、いやーあの本当に申し訳ありませんでした、まあ本当にねでもあの僕がやっぱりねあの最近木工教室で皆さんにこう語りかけていく中でねあの僕の、まあ、得たあの感触とか知識とかあそういったものをこう 紹介してあげたりこれからまあどんなものを作るんだけどどんな気がいいのっていうような、まあ、あのアドバイス相談を受けましたらまあアドバイスをしてあげれるようになりましたしですねすごく喜ばれるようになりまして、ね、それがとても嬉しいなとあの最近本当に思ってますね,ねえなんかそれをこういう、ね、これから撮っていく動画でもねまここに来れない人も多いですしね。 で勉強したいい人も多いと思うぱでだからそういううことを、ね、いろいろ教ええてもらえたらたそうですねまだまだね知識不足な点があったりとかあの僕自身も専門的な農学部で木材のことを研究したりとかっていうあの経験ないんですけども、まあ、やっぱりあの長年、まあ、気を触ってきてますのでね、まあ、自分の実感ですけど伝えられたらなと思ってます。 そうです僕はもうそれが一番聞きたいかなと思ってますんで、ね、これから逃げないように捕まえとかないといけないなっていう。<laughs> まあ,あのしばらくあのどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はここまでですか。そうですね。あの自己紹介が長々と続いてしまったので、えー、今日はもうこれぐらいで許してたるわ。<laughs> いやいや許せませんね。あと2時間ぐらい語ってもらっても構わないんですけどね。 <laughs> そんな大阪弁で言われても。今回はここまでということなんで、はい、次回第、ま、1回目はどんなお話をしていただけるんでですすかねそうですね、あのー、ウッドロードでねあの教室で一番よく使われてるーをまずは紹介したいと思いますよ。あそうですねそれはなぜなのかっていう答えを出してくれるってことですね。 そうですね。あのもちろんあのそのつもりで、えー、分かりやすく紹介したいと思います。はい、楽しみにしております。では次回もよろしくお願いします。はい、お願いします。